戦、そしてブルーザーブロディー揃い踏み、超パワフルコンビ来日であります。その試合を前にしての今夜の倉敷決戦です。さあ竹内さん、本当にこの止まるところを知らないスタンハンセン台風、ものすごいパワーですね。一気にこのパワーがシリーズまで流れ込むでしょうね。そうですね、グレート小鹿早くも捕まってしまいました。グレート小鹿も久々のテレビ登場で、なんとか今夜はジャイアント馬場の助っ人に回ってスタンハンセンから一泡吹かせたいということを言っておりますけれども、やはりもうめちゃくちゃに待てにされます。スタンハンセンから一旦はロジャーカービーに伝わりました。ロジャーカービーもベテランではありますけれども、かつて16代の NWA 世界ジュニアヘビー級のチャンピオンベルトを銅に巻いた男、試合巧者であります。グレート小鹿と相対しておりますロジャーカービーです。そして再びまたスタンハンセンの登場。本当に竹内さん、今回の来日は休む暇がないといった感じのスタンハンセン、タッグマッチでももうすぐに出てきますね。ともかくですね、この今のハンセン見てますね、まさに絶好調ということが分かりますね、はい、そうですね、今度は胃袋へのクロー攻撃を見せました。そのスタンハンセンであります。今回26回目の来日になりますが、今回のスタンハンセンの最大の特徴はパワーと気力という点では、もう過去の来日よりも群を抜いておりまして、竹内さん、一番充実しているというような感じがありますね。ともかくですね、パワーアップされたことがですね、もう連日の試合の中ではっきり分かってますね。そうですね。そしてまた来週からは新シリーズ、ブロディと超ミラクルパワーコンビで乗り込むわけですけれども、 PWF 世界タッグチャンピオンコンビもアメリカで大暴れが伝えられてますね、まあ、それだけにですね、今度は日本ではまあダのチームを相手にどんな防衛戦を見せてくれるか、非常にやっぱ次シーズン楽しみですね、はい、そうですね。この PWF 認定の世界タッグチャンピオンチームは、まず的をプエルトリコに絞りまして、プエルトリコのレスラーをもう血祭りに挙げたそうですね。その余波を買ってですね、今度はアメリカ本土で大暴れ、はい、その今度はその感激をそのまま取ってですね、日本に来るわけですからね、はい、今度は日本マット界が的にされそうです。さあ、温帯のジャイアント馬場が出てまいりました。さあ、ロジャーカービー、小兵ロジャーカービーを対角線上に投げ飛ばします。そしてシリーズは次の放送から、来週の放送から新シリーズ、いよいよ注目の 8.26 デゲンコロシアム決戦が控えてますね、竹内さん、まあ、これはですね、馬場選手にとってはまさに屈辱のその一戦の再戦ですからね、何が何でもこれハンセンブロディ組にはこれ負けられない一戦になるでしょうね。そういうことですね。ブルーザーブロディハンセン組、これに対しましてジャイアント馬場ドリーファンクジュニア組、この対決は最強タッグ、あるいは PWF 世界タッグ決定戦の再現ですね。しかもですね、今年の PWF タッグの決勝戦の時ですね、やっぱり馬場選手はツームストーンドライバー、はい、あれを2人がかりの浴びまして、非常にその無様なやっぱり負けを喫してますからね、それだけにこの屈辱は何が何でも今回の電光の決戦で話してもらわなきゃならないですね。リング上はお話の間に予告のスリーパーフォールドに入りました。まさに恐るべきこのスタンハンセンの威力、ジャイアント馬もすっくと立ち上がっております。さあ、ボディにパンチ、そして頭への攻撃、スタンハンセンのパワーが上回るか。ジャイアント馬場負けじ魂で至近距離からチョップを打ちまくりますが、やはりスタンハンセンが一枚上、猛烈なパワー、エルボーを落としてまいりました。スタンハンセン、まさに大型台風。ここで馬場がちょっとひるんだところで、パートナーのロジャーカービーに渡します。2プラトンの攻撃に行きそうだ。2人がかりでエルボー、強烈エルボー、ロープを背にするジャイアント馬場。ここでグレート小鹿にタッチ。グレート小鹿もなんとか頑張りたいところ、しかし下がります、逃げ回ります。小鹿逃げ回ります。勝負を勝つためにはこのロジャーカービーから一矢報わなければなりません。それから竹内さん、この 8.26 デイエンクロシアム大決戦は、あの引退したテリーファンクの来日も考えられるようですね。まあ、テリーはですね、まあ、おそらく今回もマネージャーとしても来日でしょうけどもね、はい、やっぱりあの涙の引退から1年、やっぱり日本のファンはですね、もう一度やっぱりテリーのファイトを見たいという声がまたこうして一気に高まってますからね。なんとかやっぱりテリーのカムバックということもですね、願わくばやっぱり考えてみたいですね。そうですね、次期シリーズでの現役復帰ということはどうでしょうか。まあ、これはですね、テリーのやっぱり引退した時の意思も相当固いですからね、はい、まず次のシリーズで引退という、あの現役に戻るということはですね、非常にまだまだ問題が多く残されているんじゃないですか ね、 やはり次期シリーズはドリファンクジュニア、ジャイアント馬場チームのマネージャーということになりますか。しかし7あたりにですね、竹内さん、はい、スタンハンセン、ブルーザーブロディーチームの猛攻撃を見ると、あの血の気の多いテリーファンクですから、その場でリングに突如乱入ということも考えられますね。まあ、それとですね、今年あの例の問題の膝ですね、はい、この手術にも成功してますんでね、はいはい、そういう面でテリーの体調は必ずやっぱり戻ってるはずなんですよね。そうですか、テリーファンクファンにとりましては朗報です。膝はもうほぼ完璧と言っていいんですか。もうそれだけですね、あとはもうテリーのその気力、やる気だけなんですね、そうですね。
さあ今度はスタンハンセンが、スタンハンセンがドロップキック、ドロップキックを打ちました。倉敷のお客さんからうおーというどよめき。今度はボディースラム、もうデッドリードライブです。殺人ホイップエルボー、これでババが間に合いました。ものすごい勢いでジャイアントババが飛び込んでまいりました。スタンハンセンの目標はジャイアントババだ。ドープに放って場外に送り出した。ロジャーカービーを預けるようだ。スタンハンセン大きな声を出して、さあラリアットか、ラリアット強烈、そのまま2ドロップを落とした。バンジキュース、小鹿助かりません。ババを場外に送り出したあたり、スタンハンセン冷静、場外でラリアットか、予告ラリアット、走ったうわーっと、ウエスタンラリアット、場外で助走をつけてジャイアントババにウエスタンラリアット、そして喉元もめった抜きにします。スタンハンセン、ウエスタンラリアット2連発。リングの中ではグレート小鹿がナックアウト、場外では10メートルばかり助走をつけて思い切ってウエスタンラリアットをジャイアントババの喉笛に命中させました。